平野紫耀の母親の意向が滝沢秀明にとっての課題飛べ合流発表前に注目される連絡しますコメント。滝沢秀明氏が設立した芸能プロダクション、飛べは7月7日午後7時から公式 YouTube チャンネルで生配信を行うことを予告し、ネット上で大きな注目を浴びています。この生配信では、キングピンス以下、 キンプリの元メンバー平野紫耀と神宮寺勇太の戸べ合流が発表される見込みであり、ファンとマスコミの関心が高まっています。しかし、この合流に関して、平野の母親の動向が業界内で注目されていると言われています。 滝沢氏と金プリの圧力、昨年10月末、ジャニーズ事務所の副社長及びジャニーズアイランド社長を兼任していた滝沢氏が電撃的に退社し、業界内外が大きな騒然となりました。続く11月には、金プリの平野、神宮寺、岸優太がグループを脱退し、事務所を退除するという衝撃的なニュースが発表され、さらなる波紋が広がりました。 平野と神宮寺はジャニーズを5月22日に退場しており、滝沢氏と元ジャニーズの合流の噂は以前から報じられていました。5月2日には、元 V6 の三宅健が戸部の公式 YouTube 生配信に登場し、戸部と共に活動することを正式にご報告させていただきます、と話すなど、滝沢氏の新たなプロジェクトへの期待が高まっていました。合流の兆し、その後、 とべは7月7日の生配信第2弾を実施することを発表し、ネット上では、今度は平野くんたちの合流発表なのでは、とファンの期待が高まりました。さらに、6月20日発売の、週刊女性、や、同29日発売の、女性セブン、には、 滝沢氏のプロデュースにより、平野の新曲プロジェクトが進行中であることが報じられ、ファンは合流の確信を持ちました。7月6日に公開されたティザー映像には、男性と見られる二人の人物が登場しており、そのシルエットから平野と神宮寺である可能性が高いと言われています。平野市用の母親との関係、業界内では、 平野の戸べ合流には彼の母親の意向も影響しているとの憶測が広まっています。平野にとって母親の存在は非常に大きく、2018年に放送されたドキュメンタリー番組、ライド・オン・タイムで母子家庭で育ち、母親が大量を患った過去を明かし、この仕事を親のために頑張るといった発言もしていました。しかし、ジャニーズ側からすると、 平野の母親は厄介なところがあるとされており、滝沢氏も苦慮していると報じられています。セブン氏は平野の新曲プロジェクトについて取材し平野の弟や母親にもアプローチしました。平野の弟でアーティストとして活動中の陸を記者に対してお答えできません、と取材拒否を貫いていましたが、 平野の母親は、今はお話できることがないので、その時が来たら連絡させてもらいます。と回答しました。このコメントについて、タレントをマネジメントしている側からは疑問の声が上がっています。連絡しなかった場合でも、結果的にマスコミに嘘をついたことになり、平野やトベのイメージを悪化させる可能性があるためです。他のお騒がせジャニーズの母親。 平野の母親が業界内で注目されているのは、ジャニーズ時代からその存在が関係者の間で話題となっていたためです。ジャニーズの母親としてお騒がせと言われる例として、嵐の相葉正樹の母親や山下智久の母親が挙げられます。 相葉雅紀の母親は家族で営む中華料理店で嵐グズを勝手に作成して販売し、山下智久の母親は息子の仕事に過度に干渉し、週刊誌に過保護と報じられたことがあります。滝沢秀明氏の飛べプロジェクトへの注目が高まる中、平野紫耀の母親のコメントがマスコミや業界関係者の間で注目されています。 彼女の発言が合流発表前に論争を引き起こしていることから、滝沢氏が今後どのように彼女との関係をコントロールするかが、今後の飛べプロジェクトに大きな影響を及ぼす可能性があります。ファンと業界関係者は、平野仕様の新たな展開に期待と懸念を抱いています。